ザブラフェイキードック9センチと DS 2011年の限定モデルですね、クレイジーウォーカーの紹介です。このクレイジーウォーカーですね、何が特徴かといいますと、中にプレートがインサートされています。キラキラするのが見えますかね。非常に薄いプレート、そしてボディのアクションの影響が少ない素材で作られています。これによってですね、非常に生めかしいフラッシングを引き起こすわけなんですけども、我々が各地にこういった製品のテストに伺いますと、特にトップウォーターではですね、こういったホログラム系、うちのエリアでは強いんだよねという方とか、あるいはこういったゴーストタイプですね、非常に透過性の高いタイプ、これにすごくバイトが多いんだよねというような声をいろいろ伺います。そこでですね、これを出してみたらどうかなということで生まれるのがこの今回のクレイジーウォーカーになります。先ほどのこういったホログラムの転写をされているタイプとか、メッキのタイプとかと違いまして、こちらはですね、非常に表面的な光をするわけなんですけども、これは中から光りますので、3次元的といいますかですね、立体的に生めかしく、強すぎず弱すぎずというようなフラッシングをしてくれるというのが狙いです。そしてウェイトについても、この9センチですね、そしてDS のクレイジーウォーカー両方ともなんですけども、通常3箇所にウエイトが入っているんですが、見えますかね、この喉元のウエイトを DS9 センチともに抜いています。この抜いたことによってルアーはより着水時に立ち気味になりますので、クイックかつトリッキーな動きになりまして、まさにクレイジーなアクションということで、ダイブをしたり、水柱が上がったりということで、非常に面白い、今までのフェイキードックを使っていただいている方でも、ちょっと違った攻め方ができる製品になっていると思います。それでは、フィールドでですね、ちょっと引いてみたいと思います。